それは私が5年生の担任になった時のことでした。私はどうしてもその少年を好きになれず、いつからか毛嫌いをするようになっていったのです。そして中間記録に悪いところばかりを記入するようになっていました。それは少年の1年生からの記録を見ている時でした。朗らかで友達が好きで、人にも親切、勉強もよくでき、将来が楽しみ。間違いだ、他の子の記録に違いない。その時の私はそう思いました。彼の2年生以降の記録を見て、その全てを知るまでは。ダメだと決めつけていた彼は、深い悲しみの中を生き抜いていたのです。竹山くん、先生ね、夕方まで教室で仕事してるから、よかったら勉強していかない？分からないところがあったら教えてあげるから。それから彼は毎日毎日予習復習を熱心に続けたのです。わかる人？はい。じゃあ竹山君。はい。増加です。正解です。じゃあ次の問題いきますね。6年生になると私は彼の担任ではなくなりました。そんなある日、彼から1枚のカードが届きました。先生は僕のお母さんのようです。そして今まで出会った中で一番素晴らしい先生でした。それから6年、またカードが届きました。明日は高校の卒業式です。奨学金をもらって医学部に進学することができます。10年後、彼から手紙が届きました。その手紙には、医者になったという報告と、父親に叩かれた体験があるから感謝と痛みが分かる医者になれると書かれていました。僕はよく5年生の時の先生を思い出します。あのままダメになってしまう僕を救ってくださった先生を神様のように感じます。
大人になり医者になった僕にとって最高の先生は5年生の時に担任してくださった先生です。その1年後、彼から届いたのは、結婚式の招待状でした。母親の席に座ってください。ありがとう。